皆さん、こんにちは。メディアお茶の笠子と申します。おすすめ小説、めちゃめちゃ面白いので、絶対読んでほしい、スタートというタイトルの中山七二さんの本です。めちゃめちゃ面白いです。もうぜひ読んです。もうね、面白くて、すぐさま先を読んでしまうという、めちゃめちゃ面白いです。ほんの初めの数ページだけ、いや、そんな面白いのかみたいに思いますけど、という間に面白いターンに入って、もう本当に先を読みたくなります。で、中山七二さんの本、どの本もめちゃめちゃ面白いんですけれども、ただ中山さんの本ってですね、刑事とかですね、その裁判とか、そういう、法廷ドラマみたいなものが多いんですね。で、そんな中で、このスタートという本は、なんと映画撮影を舞台にした、ものということで、ちょっとですね、なので、いつもの中山さんの、その、いつものよくありがちなパターンとはまた違うので、逆に新鮮でめちゃめちゃ面白いんですよ。本当にね、これすごいです。いろんなことが起きて、いろんな、なるほど、そういうことか、みたいなことがあったりして、本当に素晴らしい人間ドラマを描いた、本当に面白い小説、本当に時間を忘れます。長い移動時間とか待ち時間とかが逆に嬉しい。いや、待ち時間あるの、これ一挙に読めるじゃんみたいになるので、詳しいネタバレは一切しません。もう本当に読んでほしいので、絶対外れません。概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひね、この小説読んでいただきたいなと思います。